どうもワニです、今日もまた、いつも俺が釣りしてる公園に来てまして、今回ねこのダイソーのリール竿1000円だったんですけど、これでここでバスをね釣っていきたいと思います。いつもギルなんですけど今回バスを狙って釣っていきたいです。で今日は体から空気が出ている MZ ファミリーマコポンさんとマコポンセガレウータムの4人で来ております。餌は現地で捕まえたミミズです。いけ、なんかかかってるこれもしかして。おお、バスかかってる。あ、バスかかってた。やったー。投げて放置しといたらかかってました。結構でかい。イエーイ、いいサイズ。おお、おお、ギルやないかい。まあまあいいサイズだけど。ギルか、ギルはいいのよ。もうギルでした。お、来てる来てる。なんだ、ちょっとデカめかも。え、なんだ、デカめだぞこれ。え、面白い。お、でかいでかい。お、でかい。お、でかい、釣れた。よいしょ。おー、でっけー。あ、逃げちゃった。糸が切れた。やったー。バスだー。さばかなくても餌にできるぐらいの、本当に餌にちょうどいいサイズですね。これいっぱい釣りたいな。これちょうどいいわ本当に。お、おお、いいサイズだ。いやいいサイズだね。これもいいサイズだ。大きめ。はい、なんかめっちゃでかいのも釣れました。測ったらね、31センチあった。これをさ、渓流じゃねえ、小物釣り用の延べ竿で釣ったのすごくない？針だけウータムにちょっとね、デカめのやつに変えてもらったんですけど、釣れた、大口バスの。これはね、もうね、餌にするにはちょっとちょうど良くないサイズですわ。でも嬉しい。やばくないですね。何センチあんのよ。え、でかすぎ。すごい釣ったね。一回一個切られたもん。さっき切られてる。これ、しました。でかい。はい、というわけで、大量のバスを、まあ、主に、マコポンのせがれが釣りましたけれども、それをいただきまして、我が家で、イカ冷凍して解凍して、ペットの餌にしたいと思います。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また、次の動画で、お会いしましょう。延べ竿とか安いダイソーの竿とかでも結構バス釣れるもんですね。なんか釣れると釣りって楽しいですわ。楽しくなってきちゃった。また今後もバス釣りとかしていきたいですね。